来月からあの電気代が大幅に上がる、うん、ていうか、こんな値上げしたら死ぬぞ、うん、一般家庭、うん、20% 上がるってやばくないですか。 40% 上がるんですか。北陸電力は 40% の値上げ、沖縄電力でも 38%。 沖縄の人大体死ぬんじゃないの。そう、沖縄はもう原発ももともとないし、はい、火力発電 100% みたいな感じだから、月5000円上がるってことですか。そうだよ。そうだから家庭によっては数万とか全然上がる。やばいやばい。でいやだから関西電力とかは原発再稼働してるから上がんないのよ。そう、中部電力と関西電力と九州電力は原発が再稼働してるの、うん、これね、なんで再稼働してるかっていうと、うんうん、福島第一原発って BWR って言って、うんうん、BWR と PWR ってあるんだけど、うんうん、PWR の原子炉はだいたい再稼働し始めて、うん、BWR 型はもう全然ダメなのよ。なんで。いやだから要は方式が違うから、要は福島第一原発と同じ方式のやつがなかなか認可が下りないんですよ。ああなるほどね、再稼働のね。いやだから何が言いたいかっていうと、携帯代を見直せば電気代の値上がり分はなんとか相殺できるから、いや本当にやった方がいいですよって話。真面目にこれ見てる人はやんないと、これ家計マジでやばいよ。沖縄の平均所得とか平均の収支で5000円上がるって死活問題じゃない。やばい。だってこれ平均5000円だから、多分エアコン夏つけたらもっと上がりますよ。やばいね。6月もうあとちょっと来週から。そうでもさ、こうホリエモバイルに変えるのめんどくさいとかっていう人ほど、うん、言ってる場合じゃないから、ね、そのめんどくさいんだよね。そうそう、だからもう一番簡単なのは携帯を変えることなんですよ実は。そう、あ携帯自体を、いや携帯は SIM を大手キャリアから MVNO に変えれば、うん、そのそうだよね、家計が相当安く、いや本当そうよ。沖縄さんもだいぶ安くなったと思う。安くなった沖縄ちゃんと大切にしなきゃな、沖縄の人々、うん、だってやばいだろ5000円って。そう、だから家賃超えますよ。家賃超えるって、ね、家賃超える、うん、いやでも本当にやばいよね、うん、そうよ。だってラーメンなんて100円値上げしたらめちゃめちゃツイッターで叩かれるのにさ、ね、電気代5000円上がるってやばくない。しかもそれはなんか国は認めてますからね、電気代上がることを。へえ、これはでも、うん、ホリエモバイルにとっては大チャンスですね。大チャンス、大チャンスです。誰も損しない、得しかないです。電気代、インフラ系はね、安いインフラ系に何か一つ切り替えなきゃ、うん、もう家計無理だってなるもんな、うん、太陽光パネルとか家に貼るよりも、うん、携帯乗り換えた方が全然いいですよ、まあ、両方やってもいいですけど、うん、うん、テレビ CM だな、6月から。ホリエモバイルカードマン。そう、ホリエモバイルカードマン。断られ、断られ、いや、富士系列以外大丈夫でしょ。いや、もうだから、本当にやばいよね、原発。いや、だからこれ、電気代の話、マジで、うん。なんか、あんま言われてないのは、やっぱ、あんま言いたくないからですよね。だと思います。政府としても。いや、もうこれだって、暴動が起きるレベルだよね。うん、いや、本当、驚いた。うん、だって年間数万円上がるわけでしょ。一般家庭も死ぬけどさ、うん、普通の飲食店とか結構しんどくない？かなりしんどいと思う。いやだから違うの、工場とかやばい、ね、死ぬよね、玄関マジで。北海道電力もめちゃくちゃ上がってるから、はい、うちのロケットの工場とか、うん、3年前の3倍とか上がってるんだよ、あらゆる商品の価格も上がるよね。当然当然、やば、電気使ってる会社はもうめちゃくちゃ上がる、うん、